とことんやりこむ、どうもなおちんです。さあ今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではやっていきましょう。今日は薬剤ガノンの武器3種類あるんだけども、この3種類の隠された刻印を紹介します。3つとも別の刻印がついてるので見てください。では行きましょう。ではまずはこの武器だね、呪われた骨片。隠された刻印が必殺技ダメージ 9% アップ、そして攻撃時 11% で弱い敵を一撃で倒す。必殺技ダメージが上がるっていうのはすごくいいよね。そしてこの下の方、攻撃時 11% で弱い敵を倒す、この弱い敵っていうのが雑魚敵のことです。ネームドの敵は一撃で倒せないので注意が必要だね。ハードモードとかスーパーハードになると雑魚敵がちょっとね粘る時ってあるでしょ。ああいう時にこれをつけてるとサクサク倒していけるので結構便利なスキルとなってます。次の装備はこれ、ジュオンの背骨。なんかものすごい怖い名前なんだけども、隠し刻印が1つ目、通常攻撃ダメージが 8% アップする。2つ目に状態異常にならない、これがついてます。まあ通常攻撃ダメージはちょっと微妙かなと思うんだけども、状態異常にならないはなかなかいい。まあこれなんだけども、軽減スキルとは違って確実に異常にならないっていうのですごく使えるスキルになってます。それでは最後の武器ですね、滅びの心臓。隠された刻印1つ目、強攻撃のダメージが 8% アップする。そしてもう一つ、与えたダメージを一部吸収しハートを回復。強攻撃のダメージアップはまあ微妙かな、もうちょっといいのがあればよかったんだけども。でもう一つの方、ダメージを吸収する方ね、これはねボス戦ではそんなに効果を発揮しないけども、雑魚戦ではねゴリゴリ HP 回復するから超おすすめのスキルとなってます。はい、ということで今日は薬剤ガノンの3つの装備の隠された刻印、これを紹介してみました。3つとも違った感じなので自分に合ったスキルのやつをね選ぶようにしてください。ではですね、他のキャラクターの隠された刻印も出していきます。それもチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。